富士通富士通クライアントコンピューティング富士通クライアントコンピューティング株式会社はレノボ参加で富士通グループ日本政策投資銀行との合弁パソコンメーカーである略称は FCCL2015 年10月29日富士通が同社の PC 事業並びに携帯電話事業の体制変更を発表し2015年12月24日には 分社化について公表した。2016年2月1日、富士通クライアントコンピューティング株式会社として発足。2017年11月2日、富士通とレノボは、同社の株式の51%をレノボが取得し、44%を富士通5、5%を日本政策投資銀行が保有することで合意したと、正式発表した。また、開発や、 製造の拠点は閉鎖せず、同じクレノボに買収された NEC のラビと同様に富士通ブランドを維持することになった。この株式上とは2018年5月2日に完了した。2018年1月16日、個人向けの PC のすべてに福マロという名の独自 AI を搭載することを発表。また、エッジコンピューティングや AI の開発にも取り組むとしている。 パーソナルコンピュータ、ありがとうございます。